ガミちゃん見つけかるんだ、よっち見つけかるんだ、イエーイ、私の勝ち。じゃあ2人私にジュースおごってね。楽しい、そんなことして。え、楽しいじゃん。全然笑ってないよ、ドミちゃんとか。だってここ隠れるとこないもん。確かに狭いよ、ここ、まあ、こんなんじゃ楽しくもないよ。確かにね、うん、でもどうすんの。あ、うち町内さ、めちゃめちゃ広いやん。まあ確かに、まあ、町だからね。町内全部使って缶蹴りやったらいいんじゃね。なるほど、この考えはなかった。本気でやるということですね。そういうこと。じゃあ、やっちが鬼ね。え、なんで、それはなんで。じゃあ私がやるね、最初に。じゃあ、じゃあ私がやるよ。じゃあ私やる、うん、じゃあ俺やるよ。どうぞ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 。どうぞ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 。知らない、知ってる、知ってる、知ってる。じゃあ俺が鬼やるよ。オッケー、じゃあ本気でやるからね。本気でね、うん、本気でやるから。うん、本気で、オッケー。覚悟しときなよ。分かったよ。じゃあ、じゃあ行ってくるわ。うん、バイバーイ。わーい、やーい、うるさーい。はい、ということで私はですね、1回目こちらを用意しました。想像以上に面積が小さかった。まあこれが一番活かせそうだったの、ここ。まあ、でも想像以上に枯れてる。ここだけ夏、そこだけ夏になってる。いや、紛れてる、紛れてる、うん。夏場やったら絶対わからんかった。ここめっちゃ見えるから、ヨッチが少しでもあっち行ったら行きますもん。はい、ケリに。はい、ドミちゃんです。私はね、ちょっと昭和風なお部屋に隠れようと思います。でここで待機していて、ヨッチさんが探しに来たら、このね、悲しい話、自慢できることとかのサイコロを、あの、よっさんって投げつけて、あの、よっさんは多分あの期待に応えなきゃと思って、カメラに向かって話さないと動けないと思うので、その間に蹴りに行こうと思います。なるほど、はい。じゃあ隠れるところは、あ、もうここで待ってようかな。あ、なるほどね、新しい。わかりました、はい、じゃあここで、じゃあよろしくお願いします。みんな隠れ終わったんで、はい、第1回目、よーい、スタート。どこ行ったす、このあ、でもこれ結構怖いな。さーっていかれたら、さーっていかれたら終わりだ。待って、こんなゆっくりできんだ。確かに、うわー、ちょっと怖いけど、草原一回ガーって出てみるか。いないよ、よし。じゃあバレる、バレる、バレる、バレる。こんな大声出したらバレる。あーあー、あー、ちょっと怖いけど、草原一回ガーって出てみるか。いないよ、よし。じゃあバレる、バレる、バレる、バレる。こんな大声出したらバレる。あーあーあー、終了。あれ、ちょっと違いました。うん、ちょっともう一回一旦戻ってもらって、はい、もう一回戻ってもらって、はい、いいよ。じゃあこのまま、はい、りっちゃんはここです。きついんだよこれ。はい、じゃあ行きます。それでは気を取り直して、なんていうか気を取り直して、はい、初めてですけど。第1回、よーい、スタート。ーどこ行った。おや、ここちょっとズームしてもらっていいですか。なんか、あはは、見てみて、うおっ、見つかったか。さあ、あとはあのドミちゃんだけです。私の悪口聞こえた気がする。ケリに行かなきゃいけないのか。ケリに行きます。
に向かって言ってください。一番腹が立ったことは今ドミちゃんに逃げられてるってことや。俺ら、じゃあ次は、じゃあ缶を蹴ったドミちゃん。はい。じゃあ鬼。はい、鬼やります。次、はい、すごいアイテム持ってきました。何ですか？この環境に紛れるアイテムです。こちらです。はい、ダンボール。これを、なるほど。分からなかったでしょ。はい、分からなかったです。ぶっとくかんないでしょ。こっそり缶に近づくと。そういうこと。こちらです、じゃじゃん。あのこれ木目シールですね。いや、すごいよ。紛れて紛れてる。わあ、わからないね、これは。うん。忍者だね。第2回戦目、よーい、スタート。いや、でも、なんか出てきたんですけど。え、ちょっとなんか出てきたんですけど。え、なに？え、ヨッツさん。ヨッツさん。ちょっともうちょっと近づかないとわからないかもしれない。ヨッツさんなのよ。あんなダッサいパンツ履いてるのヨッツさんぐらいですよ。ダンボール被ってただけでしょ。被ってただけですね。もうちょっとだったのに。全然もうちょっとじゃなかったんですよ。全然バレなかったのに。待ってました、待ってました。出てきた瞬間から分かってましたよ。じゃあちょっと探しに行きましょうか。はい。ちょっと自転車乗ろうかな。自転車に乗ろうと思います。なんか足遅いんで私。あ、なるほど。いざっていう時にすぐ駆けつけられる。あ、いた。みっちゃん、みっちゃん。来い、来い、早く。そりゃあ、惜しかったわ。いや、惜しかったな。惜しかったね。惜しかった、すごい惜しかったの。じゃあファイナルラウンド、はい、りっちゃんが鬼で。はい、はい、ドミちゃんです。はい、私はね、ちょっとこういう感じの自然にね、なんか馴染むような服に着替えました。はい、武器銃ですね。はい、ちょっと出ないんですけど、危ないんで。はい、なんか私がリチャーさん覚悟ってこうやってジャキってやったら、多分ドドドドドドとか言ったら、多分うって撃たれる振り演技してくれると思うんですよ。なるほど。その間に蹴ろうと思います。わかりました。やっぱ、ね、エンターテインメント性があると思うんで、はい、なんかそれをに期待して持ってきました。わ、はい、かりました。頑張ってください。はい、はい、これは誰ですか？私ですか？マジ行きました。はい。最終ラウンド関係ない。よーい、スタート。あれ、あれ、あれ、ここの場所には私たち以外は使ってないでしたっけ？使ってないはずですね。え、あれ、ちょっと行ってみましょうか。はい。あ、こんにちは。はい、じゃあ、あの、はいはいはい、まだちょっと待って、ちょっと一回戻そう一回戻そう、まだね、もうちょっと落ち着け。うん、ちょっと早かったみたいですね。何もありませんでした今。何も、はい、今カットで。はい、こんにちは。はい、すいません、野球選手の方ですか？すいません、はい。あー、え、ちょっとすいません、私は野球選手あんまりちょっと詳しくなくて。はい、名前教えてもらってもいいですか？名前ですか？名前ですか？はい、松君は何されてるんですか？缶蹴りです。缶蹴り、はい、というわけで、じゃあ、はい、はい、ちょっと何ですか？ちょっと松君、違った！私はユッチじゃないです。松君、違った！そーなぜ俺が松君だってことがあった？自分で言ってたよ。よし、とりあえずあとドミちゃんだけですね。はい、ドミちゃんどこ行ったんだろうな、全然想像つかないな。どういう隠れ方をしてるかも想像つかないし。あ、入った。あれ、こっち行ってる。
なかった。あれ？音がしたんで。ということで終了。コスプレないから。コスプレ。というわけで、はい、ガチの缶切り終了。はい、缶切りだったあれ。缶切りした気になってない。なってない。そうですか。ね、俺らはやってたけど。結構集中しますよね。そうですね。うん、すごい緊張しちゃうね、うん、やっぱりでも缶切りはもっと大人数でやりたいなと思った。あ、そうだね。やっぱそのなんか駆け引き的なねのがちょっとやっぱ欲しいから、うん、今度はもっと大人数の時にやろう、うん、そうですね。そしたらこんなことしなくても多分もうちょっと缶切りらしくなったと思う。そうですね、うん、はい、じゃあ次回大人数でやりましょう。はい、はいはい、この動画が面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でまた見てね。見てね。今日の動画を見てくれてありがとう。そして今日お誕生日の人は、あ